おじいさんの頃からなんで、僕が知ってるのは、50年近くなるんですかね。で、僕が始めたのは、12年前から始めました。普通、今の品種っていうのは、できるだけ作りやすく多種にっていうのが、まあ、品種改良の時点で、そういうふうに作られてるお米なんで、農家が作りやすいように、ある品種なんですよ。お待ちって昔の品種なので、150年も前からの品種なんで、そんなことはまあ当然全く考えられてないんで、背が高いんですね。で、ちょっと肥料を入れすぎるとすぐ倒伏してしまう、すごい難しさがあるんですね。まあ、そこはそのやっぱり生産者としての腕の見せ所っていうのがあるんで、そこが面白いところですね。特にそのお町に関して言うと、そのできた当初よりもちょっと時間を置いて寝かして味が乗ってきたところが一番美味しい、お酒じゃないかなって思うんですけど、個人的には。この地域は全国でも珍しい直巻き地帯ですね。苗を育てて田んぼに植えるよりは、種を田んぼに撒いて、その稲として実るために発芽してくる種しか生き残ってこないんですね。まあ、お町で言えば酒米としてお酒になるためだけに芽を切って出てくる。お町がまあ偶然その大山の帰りに、見つけて、それをまあ高島まで持って帰って、で、あそこが岡山市のお町っていう地名になってるんですね。だからそこからあるんで、随分広い、あの昔から、お町が岡山で生産されて、毎年毎年やっぱり年に1回しか取れないんですけど、100年50年ぐらいは毎年そのこの時期にお町の売れた姿っていうのが見られてきたんだなって思うと、それはそれで、感慨深いものがありますけどね。それを僕らがやっぱりまだ作っていけるっていうのもありがたいことだし、でないとダメだっていうその、まあ、栽培方法であったり、栽培の仕方、まあ、うちで言えば、まあ、乾田直巻きがあるんで、まあ、それを、まあ、うまく利用していい品質のお町を作っていけたらなと思っています。山田錦であれ、500万石であれ、お町前の、まあ、子供とか孫に当たるような品種なんで、まあ、もともと言えばお町がなければできてない品種なのかもしれないですけどね。今までにないお酒が生まれたらもっと面白いかなっていうのが、まあ、希望ですけど、そういう美味しいお酒が欲しいです。